メシトビ Season 4今回のメシトビはガチデイマータタバサイオモウウマイミセー30デス。それでは早速 Let's get it started。 1. オウチジュクマサワヤ南会津でナンバーワンの観光スポット、会津若松から栃木県の日光を結ぶ街道に存在した宿場町、江戸時代の町並みを今に残す宿場、大内宿のお蕎麦屋さん。こちらではなんと長ネギで蕎麦を食らいます。え、食べづらくないのかって。食べづらいのなのって、食べるのは困難を極めます。これは子孫繁栄を願った縁起物で、細く長い夫婦の未来や子孫繁栄を願って気合でいただくのであります。 2. 花巻カパハンテン。大谷翔平、菊池雄星の出身であることですっかり有名になりました花巻にございます。少年時代彼らも通っていたようですよ。おいらには考えられない組み合わせのこのセット、面白ネタにと思いやってきたのですが、いやいや何言ってんの、焼きそばライスは定番よ定番。いやいやあのね、お、でもこれ普通に美味しかったですね。食べ盛りの少年たちには夢のワンディッシュですね。 3. 名古屋トンカツタイラ。焼きカツの使い手は国内に何軒かあるのですが、オイラの知る限りここがナンバーワン。焼きカツってカツの定義をまるっきり無理してない？無視だ、無理だ、そんなにしてない。焼くってフライパンで焼くのかな。あのお好み焼き屋の鉄板みたいな鉄板で焼くんだよ。お好み焼きだって油を引いて焼くっしょ。あれをパン粉をつけて肉でやる感じ。なんか美味しそうだね。うまいんだよ。 4. 大阪居酒屋豊。大阪らしい笑えちゃうお店ね。完全に外です。真冬でも壁もテントもなし。豊さんのパフォーマンスがメインディッシュだね。 5. 一の関かっこよ。これがまた王子掛けのお団子屋さんなのよね。壮大なドラマがここにはあります。ロープにぶら下がった桶にお金を入れ、激流の対岸にあるお団子屋さんに合図を送ると、スル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 と。いやいやしないよ今は。あ、待つこと数分、スル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 。だからしないって。じじゃーん、格好団子。これエンタメ命の団子かと思ったら、結構団子もね。そう、結構高団子も美味しいの。 6. スーワー焼きち。こちらは長野県のものすごい畑の真ん中にございます。夜遅くに行ったからマジグーグル疑ったよね。右ですって言われて、あぜ道みたいなところ曲がれ言われて、嘘しょって思わず口から出たよね。出た。マジで真っ暗でお店があるなんて思いもしない場所。まったくだ。餃子のフランベが名物の餃子屋焼き地さん。それこそフランベ命ね。あ、大丈夫？レベルのファイヤー。フランベではない。もはや火炎放射。安心してください。大将消防上がりなんで。あ、そうなの？うん。7. ミカサ。マグコロキッチン。なんとこちらは高校生が運営するレストラン。三笠高校調理部の生徒さんが調理、接客、コスト管理などを実践的に学ぶ予約制の高校生レストランなのです。高校生だからって侮るなかれ。ちゃんと美味しいレストランなんです。ベーカリーや洋菓子なんかもあってね、クロワッサンが美味しくてびっくりしましたね。本格ブランジェリー顔負けの美味しいクロワッサンがいただけますよ。 8.フタコタマガワオクシモロン。草食動物になったかのような気分にさえなるビジュアルですが、だよね、肉食派のオイラにはマジかって感じなんだけど、見た目と味が全然違うのよね。不思議。ああ、これは毎日食べたいぐらいの美味しさだったね。な、草食も悪くないかもね。これ肉も入ってますよ。もち。 9. シムキタザワパンニア。なーんとこちらのカツカレーは真っ黒焦げなんです。そうなんです、ずいぶんと焦がしちゃいましたね。で、違う、イカスミパンを使用したパン粉で揚げたカツが乗ったカツカレー。見た目超ワイルドなんですけど、
すんごい爽やかなのよね。そうなんだよ、これはレボリューションですね。レボリューション、革命です。カツカレー爽やか時代の到来だね。満腹でも食べれます。満腹で食べる必要はありません。 10. サポロ、ラマイ。北海道民なら知らない人はいないわね。はい、これは名前インパクトだけです。その名も金玉アニ。ちなみに金玉アニはバリ島北東部にある村の名前で、標高1500メートルの高地にあり、常夏のバリの中でもとても涼しく、避暑地、リゾート地として知られています。実在してたの金玉アニ。金玉アニ。 11. 京都、ウグリセンモンサーリー。高級モンブランを堪能するならやっぱりこちらのお店かと。国産の美味しい栗は味も見た目ももはや芸術品。作る過程を目の前で見ることができるのも楽しいね。日本人の手にかかるとヨーロッパの伝統菓子モンブランもこんなになっちまいます。エンタメ性と実力を兼ね備えた日本の技ね。 12. 富士沢ビーバー。何でも揚げちゃうお店が神奈川県藤沢市全行駅前にあります。こいつが食べてみたくってね。はい、これなんだ。これはおやつにいいね。雪見大福揚げたやつの方があたいは好きだな。ね。 13. ダーテキノコオーコーク。あの手この手でいろんなソフトクリームがございますのね。つづうらうらいろんなソフトクリーム食べてきましたが、これが一番変わり種でしょうか。しいたけソフト。ところがどっこいきっちゃんちゃん、これ意外と美味しいんですよね。フライドしいたけ恐るべし。 14. コーチトーサドージョー。登山来たらとりあえずやるよね。やるでしょう、そりゃこれをやるべきよ。自分で焼けば美味しさ倍増。ファイヤー案件これで3つで揃いましたな。3つ。ああ、 15. ナカシベツドライブインロマン。道東名物、北海道東の最果てにございます。これはロマンね。これも一見の価値あるポークチャップ。肉厚700万のポークチャップ。我々にはハーフで十分。ハーフでも4、500万分ぐらいはあるんじゃない。あるね。道東は大自然が素晴らしいので、ぜひ訪れていただきたいですね。ニューヨーク、ヘイターチェック、ユラノサート。ここもかなりイケてたね。はい、サウナ充実、かなり気合の入ったフィンランド式のサウナストーブが鎮座しておりました。こやつがかなり手ごわくってね。加えて眼下に太平洋を一望する露天風呂も最高。インフィニティ露天風呂が最高でございました。はい。 16. ニーカップ道の駅サラブレッドロード。はい、変わり種ソフト第2弾はこちら、ピーマンソフト。ピーマンソフト、これは実はうまいんですよね。はい、美味しいんです。サラブレッド系興味なしの飯旅図ですが、北海道のこっち方面、大間ちゃん系優雅な牧場も最高よね。だよ。 17. 道の駅トーマー。はい、変わり種ソフト第3弾、こちらスイカソフト。残念ながらスイカ柄ではないのですが、いやそりゃそうでしょう。スイカ味ソフト美味しいね。これね、当麻町名産のブランドスイカ、デンスケスイカのソフトクリームなのかと思いましたんですが、え、違うの。違う、そこが面白ポイント。18. マロラン、テイウチソバドコロエン。このお蕎麦変わってんの。こんなお蕎麦はここでしか食べられないわね。名物鴨焼きせいろ。鴨焼きせいろ、どういうこと。重々鉄板で甘辛割り下っぽいので焼かれた鴨。この重々鉄板で甘辛割り下っぽいタレに蕎麦をつけて。そういうこと。めっちゃうまそうなんですけど。そうなの、めっちゃ美味しいの。はっちゃ。 19. サカイ天ぷら大吉。堺名物、深夜12時開店の大行列天ぷら屋さん。こちらのさっくり揚がった天ぷらが美味しいんですが、アサリの味噌汁に入っているアサリの殻を床に捨てるってスタイルが、なんとも背徳感があって面白いんです。閉店間際には床は貝だらけ。
大行列の絵面欲しさにこちらに来ましたが、難波に支店があるのでね、そちらの方が落ち着いて食べれるかなと思います。20. Sakadei Sanuki Udon Gamo。香川といえばうどんですが、まさかここまでうどんうどんしてるとはね。うどん加減が半端ねえす香川。そこいら中なのね。そこいら中ありとあらゆるなの。そう、座れるところは石だろうが塀だろうが全部だし、立って食べてる人もたくさん、至るところでうどんをすすってはる。恐るべしうどん王国。 21. Fukuoka Akachoko Bay。やかんにうどんって、うん、確かに食べやすくはない。博多のうどんは柔らかいからブツブツ切れるしね。でもおいらは博多のうどん好きなんだな。赤チョコベは博多の古い言葉でアッカンベーなんだよね。だ、やっかんべーくだらね。 22. Fukuoka Daichi no Udon。 博多のうどんシリーズ第2弾。このごぼう、名付けてごぼう天便座方式。便座はやめなさい。これごぼう天の隙間からうどんをこんにちは食いするんだけれども、そうすることによってごぼう天がしなーとならずにいつまでもサクッと美味しくいただけるんですよね。素晴らしいアイデアです。天ぷらってすごいベロベロになっちゃうもんね、汁に浸すと。そうなんだ、これ考えた人天才かと思いますね。な隙間から食べてるよね。はい。 23. Kyoto Gintora。 はい、代わりソフト第4弾。こちらはなんと七味ソフト。七味ソフト、甘いのか辛いのかどっちなんだ。これが不思議ちゃんなのよね。辛い認識はありませんね。普通のソフトかなと思いきや、後から後からなんていうのかな後からやっぱ辛いのかな。辛いって言うんじゃないんだよね。痛いのかな。いや痛くはない。どっちかっていうとチクチクする感じのがチクチク刺激的な感じのかな。そうそう、そんな感じ。じゃーん、じゃあこれメールじゃないですか。24Sapporo Koku Ichiban Midori Ya。 じゃーん、札幌の名物ラーメン屋さん。なんとこちらのお店、ご飯物には漏れなくラーメンがついてくるんです。味噌汁的な、ミニラーメン的な、これにこれがついてくるの。ギョエー、食えるかすごいでしょ。 25. Furano Yuiga Doku Song。北海道に来たら北キツネに道端で出くわすなんてな、日常茶飯事。そしてあなたはキツネに出くわした時必ずこういうことでしょう。ルルルルルルル。これ誰が考えたのかね。倉本壮さん。そうかなこれ必ずやってみるんですけど、どうかな。かれこれ100匹以上には試してるけど、ルルルルルに反応するキツネは1匹もいないですねいないね。でも大丈夫です、がっかりしないでください。そうなの。ゆいが独尊でカレーを頼んで、カレーを多めに先に食べるのね。そしてここでルールルルルルルと周りの目を気にせずに叫んでみましょう。何、キツネが出てくるのかな。そうすると店員さんがルーのおかわりを持ってきてくれます。あ、そういうルールルルルルルル26. Fukuoka Today's Katsu Curry Nile。カレーネタ連発ね。こちらは博多の名物カレーね。もったいなくって食べられなかったよ。綺麗だよね。甘口中から辛口3種類の粘度の違うカレーが見事な1958年ギブソン製レスポールのようなサンバーストを描いています。サンサンサンバード長崎屋のサン。 27. Hakodate Ikate Tabi Gちょっとグロテスクなんですけどね。イカを踊らせちゃうなんてどうかと思うんですけれども、新鮮なイカは美味しいんだよね。美味しいのよね。 28. Yokohama IKEA。 はい、代わりソフト第6弾はこちら。なんとシークレットソフト。シークレット、厚底になっててかさ増ししてんのかな。そのシークレットじゃない、何味かわかんないの。何味かわかんないって、そんなの食べりゃわかるっしょ。食べてみて。全然わかんねえね、わかんないよね。なんだろう、黒いね。それはわかる。何がしかのフルーツが入ってるかと思われるんだけれども、全然わかんないから店員さんに聞いてみたら、やっぱり教えてくれなかった。あ、シークレットですからって
そりゃそうだ。でもなんとこちらのシークレットソフト、通常ソフトの3倍の値段なんです。だっか1000円くらいすんだっけ。まさか、なんとなんとなんと、はい、150円なんです。え、じゃあ通常ソフトは50円。安っ。29 O沼 Table de Reverge。 大沼湖畔にございますこちらのお店、古城テラスのようなこのお席はなんと古城を移動するんです。これは想像以上にいいもんだったね。はい、なんとも優雅な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。30シカリベツアイスバー。シカリベツ湖にございますこちらのバー、寒そうに見えますが、あのね、全然寒いです。そりゃそうでしょ、氷の世界だ。あったかかったら溶けちゃうからね。でもなんか素敵だよね。氷のグラスを作る体験とかもできちゃうから思い出になるね、雪国以外の人には。多分雪国の人はそんなに食いつかないわね。だ、でも綺麗だったね。はい。次回のメシ旅はガチでまたタバサイ仙台界隈です。お楽しみに。 See you soon。まあ、駆け足だけどもこう日本一周をね、バーっとしてきて、日本は全然狭くないなっていうのが感想ですね。本当に狭くない。都会なんていうのはほんの一部でしかないな、ほとんどが手つかずの大自然で。そうだね、それこそ生まれてきた時に見た景色と変わらないような光景が、そうね、ずっと広がってますよね。なんか日本昔話みたいなさ、山奥のお家とかさ、なんか住んだこともないけどなんとなく懐かしい気持ちになっていいね、ああいうの。そうね、北海道の方がむしろ何、歴史がないから、そういう古い建物がないから。ないない、わからなかったよね。もう西の方に行くとものすごい、それこそ何百年経ってるんですかこの建物はみたいなのは結構あるから、ちゃんとね、その道の幅だったりがもう本当江戸時代を連想させるようなところが随所に残っててね。宿場町っぽいところはさ、そのままじゃんか、で新しいのと古いお家と共存しながらとかさ、ポツンと一軒家的なのとか、山もちゃんとあるし畑も立派だし、自然がいっぱいあるね、日本は。なくしたくない、日本の風景、ただただこう残念なのが、ところどころにある風力発電だったり、ソーラー太陽パネルだったりが無造作にこう置かれてるところが非常に残念な感じはするけど、あんな山に急にさ、あんなパネル鬼のように立ったら、それ土砂崩れもするよね。ね、そういうのは全く考えないでやっちゃうところあたりが日本なのか、日本じゃないの感じはするよね。でも素敵な風景がいっぱいあって、本当だ、うん、まあ、まだまだ点でしか見れてないと思うんでね。そう、また何週も何週もするうちに、今度またどんどん美味しいものもね、深みが増してくると思うんで。そうだね、また違う季節も行きたいね。そうね、癖になりそうだねこの移民生活って。本当楽しいね。この家に帰ってきて過ごす毎日のこのつまらなさというか平凡さというか。いや、まあ平和は平和ですけど、平和ボケしすぎて風邪ひいちゃいましたしね。これは北海道のせいですかね。安心しちゃったというか、まあ寒さが、半端ないな、半端ないなっていうの、家の中があったかすぎる。幸せなことですが、ついついもう車の中での寝落ちは死を意味したからね、必ずある程度区切りをつけて、もう仕事をここで打ち切って寝ようっつって寝袋に入らないと。そうそう、投資死ぬからね。投資はしないけど寒くてね、凍えちゃうから。家だとパソコンの前で寝落ちしてしまうっていうのでね、そうなんです、風邪ひきやすいんで気をつけなきゃなんですね。はい、皆さんも気をつけてください、もう3月だっていうのにね、なんかね、急に雪がどっかり降っちゃって、まだ最低気温はマイナス10度ぐらいまで下がるんで、なかなか車中泊で取材に出かけられませんけれども、
これから道内を中心にね、うん、また秋までは行けたらいいですね、はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。お聞き苦しい声ですいませんでした。すいません